ホンダイベントコンパニオンイベントコンパニオンは、イベントや展示会などで展示品の横に立ったり、展示品の説明をする女性。同義語で、多いキャンペーンがある、イメージがあるなども含めて和製英語であり、ネイティブ、英語圏では、プロモーショナルモデルが一般的で、連れや相手という意味合いが強いコンパニオンとは、区別されている。デモ活動の参加者。 実演販売者などの複数の意味も含んでいる、デモンストレーターを当該女性の英語表現としている、説もある。1964年東京オリンピックの際、日本を訪れる VIP のアテンドや、メダルセレモニーの際のホステス役を務める女性スタッフが、コンパニオンと名付けられた。これが、日本で、コンパニオンという語が使われるようになった契機とされる。 貴婦人の接待役を意味するコンパニオンから取られた名称で公募を経て語学官能でマナーに問題のない女性が採用され破格の報級で職務に当たった。イベントコンパニオンという仕事が一般に認知されたのは高度経済成長期の末期である1970年に行われた大阪万博だと言われている。この当時は現在と違い。 大規模なイベントや展示会も少ない上、初の万国博覧会ということで、語学力や接客マナーなども求められたため、大学や短大卒の寮家の子女が多く従事していると伝えられた。その後1980年代に入り、イベントが各地で開催されるに伴いその存在が大衆化し、さらに1980年代中盤に起きた女子大生ブームにおいて、 女子大生が従事するアルバイトとして取り上げられるようになった。モーターショーのイベントコンパニオンモーターショーや、防衛省などの展示会やイベントなどで、制服を着て展示品の横に立ったり、展示品の説明などの接客をすることを主な仕事とする。複数のイベントコンパニオン派遣事務所が存在しているが、場合によって、各々が複数の事務所に所属し、 各事務所から来た仕事を受ける形で働く場合もある。基本的には仕事の依頼主である広告代理店やメーカーにおいてオーディションが行われる。オーディションに合格すると広告代理店やメーカーで数時間から数日間の研修を受けてショーやイベント会場に赴くことになる。数時間で終わってしまうイベントなどの場合、台本などを家に持ち帰って自主勉強するのみで、 研修がない場合も多い。東京モーターショーなど開催期間が10日以上にわたる場合や、開催地が遠隔地や壁地にある場合は、近くのシティホテルやウィークリーマンションなどに宿泊できる場合もある。ありがとうございます。